取り返そう。まずはリーダー、素晴らしい。チームヤング、さあ負けてられません。チームヤング、グリーンマークス、ナイグル、ナイスキープ。エフェクトだけじゃなくって投げるときに表示されるのがね、あのファンダーツってやつなんですけど、そこも個性豊かなので、はい、ぜひ注目してもらえたらなと思います。こういうところもやっぱ楽しめるポイントになるんですね。そうなんです。グイやっちゃって、グイ。あ、では続いてチームヤング、あぜもと選手です。同点になりました。同点。どう攻めるか、鈴木選手。根本選手、チームヤング。大事なとこですね、ここは。いつものジャパンとはまた違った緊張感でしょうけども、いいとこ来たよ、いいとこ。
はい、はい、じゃあこれで1対1になった1ゲームずつ取ったのでもつれました。3列目、3列目にチームエンジョイが先行でスタートします。山本さん、はい、さあ行きましょう。乱れが出ているようです。続いてチームミドル、ですけども、はい、女子として楽しくなっちゃって、ね、団結がありましたね。団結力がちゃんと返していきます。山形選手戻ってきました。続いてチームミドル。
頑張って。ラッキーですね。おっと。ブルに入れてます坂口選手。さあブル、緊張するね、緊張するね、昨日より緊張する。なんか念を送ってます。チームメイトの念と敵の念が、チームエンジョイ。続いてチームエンジョイ、山形選手36点。やってやるよ、やってやるよ、山形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 コーラ、山形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 、敵チームの方ですよね。あさってた地面に回ってきましたよ。チームミドル、昨日優勝した岩田夏美選手、頑張れ頑張れ。ちょっと女子対男子みたいになってますけど。チームミドル先行で901スタートします、はい、さあ素晴らしい試合期待しましょう。ヤングファイター、どちらのチームも行け。ゲームオン。Thank you.
てチームミドル。笑っちゃってる。インナー率がやばい、インナー率が。待ち構おう。いける。チームミドル。願いがめっちゃ後ろで祈ってる。勝利したのはチームミドルです。決めましたね、リーダー。